はあ？お前中学生の息子がいるのにどうして1200万も貯金があるの？まあちゃんと貯めてるからな。俺はその日大学の同期の有武と久しぶりに飲んでいた。でもまさかあいつの貯金が1200万もあるとは思わなかったんだ。だって有武は妻子持ちで金もかかるゴミ分のはず。どうしてそんなに貯金があるんだよ。俺の名前は梨富武雄。45歳のサラリーマンだ。年収は443万円、年間の手取りは349万ほどになる。月収は手取りで29万ほどだ。俺の収入は日本の平均年収ほど。悠々自適な独身生活を送っていると思いきや、やべえ、先月も使いすぎて残高が限りなくゼロに近い。ちょっと飲みに行くの控えるか。一人暮らしという気楽さからか、俺は散財をしがち。月の給料を貯蓄にも回さず、ほぼ使い込んでしまうことが多かった。そんなある日、あれ、有武から連絡だ。久しぶり、たまには飲まないか？いいぞ。俺は大学の同期の有武と飲むことに。有武は俺と違い結婚して中学生になる息子もいる。さぞかしい金には苦労していると思いきや、1200万の貯金達成？お前ってどんだけ稼いでるんだよ。年収は500万ってところかな。俺よりちょっと高いだけ？まあうちは嫁さんも看護師で働いてるからね。なあ、お前んちの嫁さんって年収いくらだよ？ざっと500万ってとこかな。500万？ほら、新型ウイルスだなんだの騒ぎで看護師さんって不足してるだろ。その影響で賃金も上がってきてるんだ。で、手取りはいくらなんだ？手取りは400万ぐらいだな。月の月収は28万で、そこに賞与が入ってくる感じ。なんだよそれ。お前と奥さん合わせて世帯年収が800万になるってことか？まあそういうことになるね。でもお前んちって中学生の息子いるよな。その息子の塾の代金とか進学費用でいろいろと入用なんじゃないか？そうだな。大地の塾の費用が月に2万ぐらいかかるから、そりゃ痛いな。そうそう、それと進学費用、それは高等学校と就学支援金制度があるから大丈夫かな。大地も公立の高校に行きたいって言ってるし、年間で11万8000円ほどの補助金が国から受け取れるんだ。なに？あと貯金はお互いの給料から事前に決めて月に5万ずつ出し合ってる。ちょっと待て、仮に月に10万貯金したとして1200万なんてそうそうたまらないぞ。いや、普通に計算して10万貯金できれば年間で120万の貯金になる。それを10年間継続できれば問題なく1200万は貯まるはずだ。嘘だろ、俺なんて貯金ほぼゼロだぞ。お前の年収って日本の平均くらいなかったっけ？いや、それがその月にパーッと使っちまう癖がついちまってて。おいおい、それじゃあ老後に苦労するぞ。でもどうやって貯金すりゃいいんだ。俺子供いないから貯金する理由もないし。まずは事前に月の貯金からいくら貯めるか決めておくのが鉄則だな。例えばお前の月の手取りって29万ぐらいあるだろう。ああ、ここから月に5万だけ定期に入れておくんだ。それを1年続ければ60万ほどの貯金が貯まる。なるほど。特に現在の日本では貯金額も二極化が進んでるからな。つまり貯めてない人間と貯めてる人間の格差が極端になってるってことか？そういうことだ。日本の単身世帯の平均貯金額は821万円、2人以上の世帯の平均貯金額は1291万円って言われてる。え？普通に平均金額高いじゃん。どこが二極化してるの？これはあくまで平均値の話だ。
平均額が高い世帯が全体の金額を押し上げてるとしたら？まさか。じゃあ実際はどのくらい格差があるんだ？これを0から2000万以上の分布で見た場合、単身世帯は貯金が0の世帯が 30% もあることが分かってる。そんなに貯金がない世帯が多いのか？それに対して貯金が2000万以上の世帯は 20% ほどいる。じゃあ中間の世帯は？100万から300万の世帯はそれなりに多いが、それ以外は 10% を切る程度だ。また2人以上の世帯でも貯金ゼロが 30% を占め、2000万以上の世帯は 20% ほどいる。こっちもその間の貯金は比較的少ない感じか。そうだな。ざっとグラフを見ても貯金がない世帯と2000万以上の世帯の二極化が起きていることがわかると思う。この貯金格差は世帯を問わず年齢が重なるごとに大きくなっていくんだ。どうしてこんなに差が出ちまったんだ？一つの理由は積み重ねの差だな。積み重ねの差？お前と俺、年収はお前とあまり変わらないはずなのに、お前の貯金は0円。対する俺の家庭は1200万以上の貯金がある。この差はどこから来ていると思う？コツコツ貯めたか貯めなかったかの差だよな。そう。その差が年を取るにつれて顕著になっていくんだ。月に1万でも貯蓄をするのとしないだけで大きな差が生まれてくる。貯蓄をいくらか投資に回していれば、この差はさらにでかくなるだろうな。積み重ねが大事ってことか。あとは相続のあるなしも関係してくる。うちには1000万以上の貯金があるから、もし仮に俺とカミさんが亡くなってもそれなりのものを息子に残すことができる。俺にもし息子がいたとしても貯金がゼロだから何も残せないってわけか。そういうこと。親から引き継がれる財産も大きな貯金格差の要因になってるんだ。うちは両親と同居して生活費の一部を年金からもらってる。その分を実家の固定資産税や維持費に充ててるんだ。もちろん両親が亡くなったとしても俺たちはその家に住み続けられる。アパート暮らしの俺と違って住む場所も確保できるってことか。羨ましい。まあその分年金から固定資産税やら維持費は支払えなくなるけどな。はあ、詰まるところの日々の努力と実家の太さが貯金の格差に影響してるってことか。そうなるな。でも俺の実家は姉夫婦がついてるし、両親から相続できそうなものはないしな。となると日々の努力しかないな。でも今までパーッと使っちまってたのにできるかな。まずは家計簿をつけて支出を見直すことが大切だな。今はそういったアプリもあるから使ってみろよ。結構便利だぞ。なるほど、やってみるよ。そこで俺は少額の定期預金から貯蓄をスタートさせることにした。まずは月に5万ぐらい定期に入れるようにするか。その残りを生活費に回せばいいな。そして生活費の無駄をなくすために家計簿のアプリを使って月の支出を計算。食費に月6万もかかってたのか。ネットで調べた手取り29万の単身者の食費が4万だから、かなり贅沢してるな。それと動画配信のサブスクやらゲームの課金やらで月に5万以上使ってる。この辺はごそっと削れそうだな。俺は忙しくて利用できていない動画配信のサブスクを解約。ゲームの課金も月に2万までと制約を作った。そしておお、月に5万以上貯金ができてる。なかなか順調だぞ。俺は1年で60万ほどの貯金に成功。その後俺は月に5万の貯金のうち2万ほどを積み立て NISA に回すことにしたのだ。積み立て NISA とは国が2018年から開始している少額投資非課税制度だ。非課税投資枠が年間40万円で、投資期間が最長20年という特徴がある。1万円から積み立てられ、投資先も信託期間が20年以上か無期限、販売手数料が無料、分配頻度が毎月ではない、信託報酬が定率という条件を満たしている投資信託などに限定されている。
課税されることなく長期的に安定した資産形成が可能なのだ。俺が積み立て NISA を始めた理由は老後資金の不安からだ。現在年金を満額もらうには65歳まで受給期間を待たなければならない。受給期間を繰り上げてもらうと月に 0.4 円ほど受給金額を引き下げられてしまう。逆に繰り下げで65歳になっても年金をもらわないと月額 0.7 円ほどもらえる年金は引き上げられる。俺の現在の年収だともらえる年金は14万ほどだ。だが繰り上げで60歳で年金を受け取るとなると年金は3万3600円ほど減額され10万6400円に。逆に70歳まで繰り下げで年金をもらうとなると19万8800円まで増えるのだ。でもこれからどんどん日本の少子高齢化は進んでいくからな。ちゃんと将来のことも考えて資産形成していかないと。俺は現在老後のことも見据えて自分の資産形成を始めている。今この時の積み重ねが数年後の資産に大きな影響を与えているからだ。そのことを意識して俺は日々生きていきたい。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価ぜひよろしくお願いいたします。コメントもぜひ残していただければ嬉しいです。